組み系ポッドキャスト。こんにちは、エグゼサポートの勝又です。日本アントレプレナー学会の清水さんとお送りします。本日のテーマは仕組み化のレベル5、自社ウェイが確立され強みになっているについてお話をしていきます。それでは清水さん、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、今日はですね、仕組み化のレベルの、まあ、いよいよ最後レベル5について、なんですけれども、一旦、まあ、復習をしますと、一番最初のレベル0というのは何だったかというと、仕組み化の必要性を認識していないという状況でした。まあ、仕組み化の必要性を、まあ、存在も分かってないというような状況ですかね。そういうものも含めて認識していないと。はい、で、レベル1が、仕組み化の必要性を認識しているんですが、まあ、手を打っていない状況という話でした。はい。はい、なので、まあ、頭の中であるんですけれども、手を打ってないので、状況的にはレベル0とほぼ同じと。で、レベル2が事務作業が仕組み化されているということですね。まあ、事務作業、間接部門的な総務、経理とかですかね。そういう、はい、仕事が仕組み化されて、自分じゃない人がやっている状況と。で、レベル3が日常業務が仕組み化されているということですね。はい。まあ、通常のもう仕事の運営は、人に任せて、経営者は本来の経営者の仕事、戦略的な仕事に取り組んでいるという状況。で、その次のレベル4が戦略的な仕事が仕組み化されているというところで、その経営者の仕事である戦略的な仕事すらも手放しているというお話でした。で、これはもう社長の仕事を手放すので、まあ、選択肢としてですね、例えば会長になるとか、というところで、まあ、その状態でも、まあ、もしかしたらこう社長の仕事をするとか、どっちでも、できるというような状況がレベル4だということでしたね。はい。で、前回のお話ですと、まあ、仕組み系のゴールは、まあ、ほぼほぼこのレベル4でゴールだということだったと思うんですけれども、はい。今日はですね、そのさらにその上のレベル5、自社ウェイが確立されて強みになっているという段階があるっていうところで、お話を伺っていきたいんですけども、この自社ウェイが確立されているというのはどういう状況になるでしょうか。この自社ウェイっていうのは、昔の HP ウェイっていう本があって、はい、すごい流行ったんですけど、はい、HP というのはヒューレットパッカードというコンピューターの会社ですよね。そうです。はい。はい、まあそこがすごい成長したときに、うん、まあ、なんで成長したのっていう話で、やっぱりその文化が優れていると、会社の。うん、はい。自分たち内のいろんなやり方が定まってるよと。うん、でそれをまあウェイっていう自分たち内のやり方っていうふうに定義して、まあ、本が出たんですけど、はい、まあ、そういうような状態ですよね。うん、なるほど。で、まあ、このレベル5っていうのは、まあ、さっきおっしゃったようにここまでやるかどうかっていうのは、まあ、経営者の選択次第かなと思ってて、うん、はい、でまあ、正直うちのお客さんでまだここまで行ってる人っていないですよね。うん、はい、レベル5、自社ウェイってことは、これはあれですか、はい、規模感ですか？規模はね、はい。はい、まあ、実、なんて言うんでしょう、レベル4まで来れば、はい、もう要は正しい経営のやり方やってるってことなので、ええ、まあ、それは成長していますよねって感じですかね。うん、はい、規模で定義してるわけじゃないんですけど、まあ、実質、それなりの規模になってる会社にはなると思いますね。うん、はい、まあ、世界的な企業という、ところは、この自社ウェイがレベル5っていうことなんでしょうか。はい、そうですね。はい。なるほど。じゃあレベル4まで行ってる段階が、いわゆるその、モデルとして、マイケル・ガーバーが言うところの、まあ、FFT のプロトタイプ、はい、一番ちっちゃなものっていう言い方をされてると思うんですけど、はい、そこをこうコピーすると複製して、はい、レバレッジをかけていって、世界的な企業にしていくっていう、まあ、プロセスがあったと思うんですけど、はいはい。その結果がこのレベル5、自社ウェイが確立されていると。そうですね。ということを理解すればよろしいですか。はい。そのイメージですね。うん、なるほど。ってことは、ちょっと例を。あ、はい。いいですかね。自社ウェイが確立されている、これは、これが自社ウェイ。例えば、ね、うちの場合はエグゼサポートウェイが、はい、これがうちのウェイだってことを、こう、周りに、はい、なんていうんですかね、こう知らしめてるというか、伝えているような状況になってるんでしょうかね、はい、これは。そうですね。分かりやすい例としては、はい、これメルマガとかでも頻繁にご紹介しているのでご存知の方も多いと思うんですけど、はい、ザッポスっていう会社がザッポス、はい、ラスベガスにありまして、
まあ、彼のやってること自体は、なんていうんでしょう、靴の通販なんで、ごく普通のビジネスじゃないですか。はい、うん。ただ、他とは全然違うブランド力があったりとか、はい。全然違う知名度があったりとかするわけですよね。うん、でなんでそうなってるのかなって思ったら、やっぱり彼ら内のやり方っていうのが確立されていて、はい。でもそれが顕著なのが採用のやり方なんですけど、すごい採用は厳しいっていうので有名なんですね。あ、そうなんですか。はい。それまず、彼ら内のやっぱりやり方でやってるからっていうことで、うん、まあそれがすごいユニークだっていうことで、まあ本が出たりとかしてるわけなんですけど、はい。そういうイメージですよね。うん、僕もザポスの本は多分2冊ぐらいかな読んだことありますけれども、はい、CEO、トニー・シェイさんでしたっけ、はい、そうですね、はい。そうですよね。これはあれですか、自社ウェイっていうのは、いわゆるそのトニー・シェイさんのこの価値観とかビジョンが、はい。軸になって作られてるっていうものなんでしょうかね、これは。そうだと思いますね、はい。やっぱり会社の文化って、まずは経営者の価値観から始まって、うん、それが会社のコアバリューにつながり、そこからブランドにつながりとか仕組みにつながりっていうことなんで、はい、まあ、トニー・シェイの多分、個人的な価値観が反映されてるんだと思いますね。うん。なるほど。レベル4まで行ったら、まあ、仕組みがほぼほぼ完成で、はい、でそれをこうレベル5にするのは、はい、ワールドクラスの企業を作ろうという経営者の意思、意図っていうことなんですか？はい。まずそれがないと多分始まらないですね。はいはいはい、それがガーバーが言う、起業家精神っていう。起業家精神。ね、はい。うん、その世界中に展開するのに、世界中に展開することができるのになぜやらないのっていう話。おー、ガーバーはじゃあ推奨してるわけですか？推奨してます。お、そうなんですか。世界クラスに成長することを推奨してます。それが彼の言う起業家精神ですよね。それがあった上で、それまでに作ってきたいろんな仕組みですよね。例えばブランドだとか、はい、カスタマージャーニーだとか、その辺のやっぱ仕組みをどん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 改善して、洗練させていくと、うん、まあ、こう自分たちのやり方、自分たちなりのやり方っていうのがこう、できてくるっていう。なるほど。そういうイメージですかね。うん、まあ、レベル4まである程度、もう仕組み経営として、まあ、社長がいない状況でもできると。で、そこが、はい、まあ、レベル5になっていくには、もう社長不在のまま成長していく仕組み経営っていうことですかね。こう PTCA 回されていって、はいはい、どん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 、この軸の部分は変わらないと思うんですけど、はい、のやり方が変わっていったり、はい、まあ、適合の仕方が変わっていったりっていう。はい、そうですね。自律的に成長していくような形なんでしょうかね。そうですね。はい。でも、レベル4からレベル5って相当距離があるようなイメージもありますけどね。相当距離ありますね。相当距離ありますよね。はい、これ、レベル4 で見ても、普通にいい会社だと思うんですよね、多分。まあ、相当いい会社ですよね、これ。はい。はい。そこから5ってすごいですよね、っていう話ですよね。なんかこれ、レベル 4.1 とか 4.2 とか説明が欲しいぐらいですよね。ああ、そうですね。はい、はい。ちょっと考えておきます。ぜひぜひお願いします。はい。でその、まあ僕らとしてはこのレベル5を目指してほしいっていうのがあって、それでここに載せてるんですよね。うん。まあ実際そのアメリカの方だと、まあアメリカというか世界だとそのガーバーの教えで、このレベルまで行ってる会社ってやっぱ何社かあって。あ、そうなんですね。はい。そういうのを日本から出したいっていうですね。うんうんうん、まあ、そういうのがあって載せてるっていう感じですね。なるほど。はいはい、レベル4まではなんとかいけるかなっていうイメージもありますけれども、はい、レベル5までは難しいんじゃないかなって思ってしまうのは、やはりその経営者としてのこう、はい、ここまで行くんだっていうような気持ちとか、はいはい、なんか価値観によるところが大きそうですね。そうですね。うん、まさにどう生きるかっていうところだと思うんですね、経営者は。あ、やっぱりこうレベルは変わら、ね、違えど、やっぱり戻るとこはそこですか。はい、うん、だと思いますね、やっぱ。そのワールドクラスの会社を作ることに、本当に人生かけてるかっていうところに決まってくる、うん、きますね、多分ね。はい。日本の企業は、もう、どのぐらいですか、今。レベル1とか2が多いんですか。日本の企業。日本の企業。スモールビジネス。清水さんの感覚で言うと。で、まあ、
全体に見るとレベル0が大半で、うん、ああ。で、まあ、2ぐらい。2ぐらい。そういうか。はい。うん。うちのお客さんも大体、まあ、マニュアルくらいは大体、まあ、揃ってるかなっていうのはあるんですけど、うん。事務作業のね。そうですよね。うん、そういう会社も多いんじゃないですかね、やっぱり。うん。うん、なるほど。いや、そこから本当に上に行こうと思ったら、やっぱりね、本当に経営者自身のやる気じゃないですけど、こう。はい。なんていうんですかね。その情熱とか、それになってくると思うんですよね。うん。レベル3、今、レベル2の状況にある会社さんが、はい。まあ、レベル3に行くぞとか、レベル4になるっていう、はい、まあ、ある程度その、意識、意図だけあれば、はい。手順としてはもう確立されて、かなり明確化されているので、はい。と思うんですけれども、はい。またこのレベル5ってなると、その、はい。なんか、単純な手順だけではない。そうですね。見えない能力がたくさんありそうですよね。はい、そうですね。ここはあると思いますね。うん、まあ、しっかりこうレベル4までやってれば、まあ、基盤はできてると思うんですけどね。はい。なるほど。まあ、そういう意味では、ね、日本アントプレナー学会としては、レベル5まで行きましょうという、こう、旗を振りながら、一歩一歩着実にレベル3に行く方法はこれです。はい、レベル4はこうです。というふうにこう提示していく。はいような形で、はい。今後もやっていければと。そうですね。まあ、もともとそのアントレプレナー学会っていうのは、要するに起業家っていうことなので、はい、起業家選手持ってやりましょうねってことなんで、うん。まあ、やっぱりレベル5を目指しましょうって話ですよね。うん。はい、なるほど。多分、起業家のイメージが、はい。レベル5とイコールになってるイメージって、あまりないんじゃないかなと思うんですよね。ああ、そうですね。うん。もっとなんか起業家って、日本のイメージで言うと、もうちょっとスモールビジネスというか、はい、はいはいはい。ワールドカンパニーっていうようなイメージはなかなかないんじゃないかなって、個人的には思うんですけども。ああ、なるほど。そうですね。確かに。まあ、それもあってね、実はそれもあって、あえてカタカナにしたんですよ。うん、アントレプレナーっていう。あ、そうなんですね。はい。だから起業家っていうと、本当にいろんな意味合いで捉える人がいいので、はい。アントレプレナーっていう方がなんか、もともとの意味合いに近いのかなと思って。うん。なるほど。はい。っていう感じです、はい。はい。ありがとうございます。はい。非常にですね、このレベル1、ね、0、1、2、3、4、5の階段が、明確に分かりましたので。はい。はい。ぜひですね、この階段を登るお手伝いを今後もしていただければなというふうに思っております。はい。はい。はい。では、ありがとうございました。はい。ありがとうございます。はい。それでは、仕組み系ポッドキャスト、仕組み化のレベル、レベル5。自社ウェイが確立され強みになっているをお送りしました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。